今日近所のショッピングモールに行ったんですけども、そのままですねそこで晩ご飯を食べようということになってフードコートに行ったんですね。で、そこのフードコートの中にあるお店で僕は何を食べようかなと思ってね物色してたんですけども、やっぱり、トレーニングをしたもんですからタンパク質が食べたいなと思って、で、ステーキのお店があったもんですからそこで一口カットステーキのですね 250g を注文したんですね。 250g で1000円ちょっとというですね割とリーズナブルな値段だったんですけども、でそしたら上の息子、小学校5年生なんですけども、お肉が大好き でその息子はですね僕と同じものが食べたいということで、その同じ一口カットステーキの 250g を、もう一つ注文しました。で、それを食べてる時にですね息子がこのステーキってタンパク質でできてるんでしょっていうふうに僕に聞いてきたんですね。で僕はそうだよっていうふうに答えたんですけど、そしたらこのタンパク質が筋肉になるのっていうふうに聞いてきたんですよ。で僕はその、質問を聞いてですね思わずへーっていうふうに思ったんですけど、僕はですね小学校の時に、そんな息子みたいにですね食材に何が含まれてるかとか、あと栄養がですね体にどういうふうに使われるのかっていうことなんて全く意識したことがなかったもんですから、そういった息子のね、質問に対して思わず感心してしまったんですけども、それはでもね僕の影響かなというふうにも思ったんですけど、で僕はですねその質問に対して筋肉に使われるんだよって答えつつ、だけど筋肉だけじゃないんだよとも言ったんですね。体の中にそのタンパク質でできているものって他にもたくさんあるから、そういったものにも使われるんだよっていうふうに一応付け加えたんですね。でこんな感じでその自分がどんな栄養を食べてですねそれが何に使われるのかということをですね意識することは体づくりを行う上でとても大切なことだというふうに思うんですけども、で、そのね今お話ししたようにタンパク質っていうのは、もちろんね筋肉の材料ではあるんですけども、筋肉以外にもですね体の中にはタンパク質でできているものがたくさんありますので、そういったものの材料としても使われるんですね。体の中にタンパク質でできているものってね、例えばこうやって画面に映っているものでも皮膚とかあと髪の毛、爪とかね、あと、目玉もそうなんですけど、あと、体の中ではですね、血液だったりその血液が流れる血管、血液を押し出す心臓、あとそれ以外の内臓もそうですし、あとホルモンとか、あと、骨とかにもですねコラーゲンという形でタンパク質が含まれてたりして、とにかくカルシウムとね、脂肪以外は全部タンパク質でできてるんじゃないかと言っても、過言ではないぐらいタンパク質っていうのはとても、重要な栄養素になります。だから、三大栄養素と言われてですね人間が生きていく上で、欠かせないね栄養素になってるんですけども、ですので筋肉をつけたいと思ってですね体づくりを行っている方は、そういったその様々な、ね、臓器だったりその器官に使われるタンパク質以上のですねタンパク質を摂取する必要があるんですね。だから本当ねたくさんのタンパク質を取る必要があるんですよ。でそれは大体どのぐらい取ればいいのかっていうのは一応目安があるんですけども、一応ですね何にも運動していない方で体重かける 1g のタンパク質が必要だというふうに言われてるんですね。なので、体重 60kg の方ですと一応 60g のタンパク質が必要になってくるんですけども、運動している方の場合ですともちろんね運動強度だったりとか目的によって変わってくるんですけども、それの倍近くはですねタンパク質を摂取する必要はあると思います。だから、例えば体重 60kg の人でしたらかける2ぐらいでね、120g ぐらいのタンパク質は、毎日ね取ってあげた方がいいんじゃないかなと思いますね。で、その 120g っていうタンパク質がねどのぐらいかっていうのは食材の重さではなくて食材に含まれてるタンパク質の量なんですよ。で、その各食材にねどのぐらいタンパク質が含まれてるのかっていうのは、一応栄養成分表をですね検索していただくか、そういう本がね売ってますので、それを見れば正確に調べることができるんですけども、僕はだいたいですね 100g 中 20g というふうにざっくり覚えるようにしています。それはねお肉とか魚に限ったことなんですけども、 100g あたり、豚肉、牛肉、鶏肉、あとは魚でもいろいろね赤身白身ありますけど、一応その今言った 100g 中 20g という数字で統一して、ざっくりとなんですけどもね計算するようにしています。
という感じで、肉魚はですね、100g 食べてもたった 20g しかタンパク質で取れないんですよ。だから 120g のタンパク質をね、1日取ろうと思ったら、単純に 600g のですね、お肉や魚を食べる必要があるんですね。それって食べ慣れてない方にとってみれば結構大変な作業だと思うんですね。じゃあそれはどうすればいいのかというと、サプリメントのプロテインをですね、併用してあげるといいと思います。例えば、1日 120g のうち 80g は、食事で摂るようにして、で残りの足りない 40g をプロテインで飲むという感じですね。そうやって、天然の食材と、サプリメントをですね、うまく活用して1日に必要なタンパク質を毎日ですね、摂取するようにしていただくと、それがですね、血となり肉となり、その体作りのもとにね、なるという感じで、その栄養をですね、しっかりと取っていただくといいかなというふうに思います。はい、という感じで、1日にね、必要なタンパク質の量について簡単にお話をさせていただいたんですけども、でもタンパク質ってそのね、単純にこう数字だけ追いかければいいかっていうと、それだけじゃダメなんですよ。そのタンパク質が何でできてるかっていうことも意識していただくことが必要になるんですね。タンパク質ってこう食べるじゃないですか。食べると、口でね、咀嚼してこう胃の中に入ってきて、そこで消化されるんですけど、である程度消化されたら小腸に流れていって、そこでさらに消化されてアミノ酸に分解されるんですね。アミノ酸に分解されて、そのアミノ酸の状態で、吸収されていくんですけども、で、そのアミノ酸っていうのは、要するにタンパク質が分解された状態で、アミノ酸が集まるとタンパク質っていう感じになるんですけども、タンパク質はですね、20種類のアミノ酸からできてるというふうに言われてるんですね。でその20種類のうち9種類のアミノ酸は体の中で作ることができないアミノ酸なんですよ。でそれを必須アミノ酸っていうんですけども、ですのでその必須アミノ酸はですね、必ず食事から毎日摂取する必要があるんですね。なのでその必須アミノ酸がどのぐらい、食材に含まれているかということを意識してタンパク質を摂取することはとても大切なんですね。でその必須アミノ酸がそれぞれの食材にどのぐらい含まれているのかということを点数で表したものがあって、それがですね、アミノ酸スコアとかプロテインスコアと呼ばれているものになります。一応ですね、それぞれ100点が満点なんですけども、そこからですね、例えば、必須アミノ酸の含有量だったりとか、あとその含まれているバランスがですね、低くなってくるとその点数も下がってくるという感じで、そのね、プロテインスコアとかアミノ酸スコアがあるんですけども、で僕はですね、その、数値に関しては一応ざっくりとは覚えてるんですけども、詳しくは記憶してないです。そこまで覚えなくてもいいかなっていうふうに僕自身思ってるんですけど、この動画をご覧いただいて気になった方はですね、アミノ酸スコア、プロテインスコアね、調べていただくと、あ、この食材はこんな数字なんだな、みたいな感じで、もしかしたらね、興味を持っていただけるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、その必須アミノ酸がですね、さっき9種類あるっていうふうに言ったんですけども、人間の体にとってですね、必要な必須アミノ酸のそのバランスっていうのがあるんですよ。例えばこのアミノ酸はこのぐらい、このアミノ酸はこのぐらいっていう感じで、それをですね、こうなんかグラフで表したらね、形があったとしたら、その形と同じバランスの必須アミノ酸を取るというのがですね、一番効率のいいタンパク質の摂取方法になるんですね。で、その必須アミノ酸がですね、人間の体にとってある程度バランスよく取れる食材っていうのは、やっぱり動物性タンパク質が優れているんですよ。それは卵だったりお肉、魚になるんですけども、でそれがですね、植物性タンパク質、大豆とか、あと他にもね、タンパク質が含まれてるそういう野菜だったり、その穀物っていうのもあるんですけども、それらの植物性タンパク質っていうのはちょっとね、その人間の体にとって必要な必須アミノ酸のバランスと形がね、変わってきちゃうんですね。なので、その、食べる食材として悪いわけではないんですけども、どうしても必要な量を取ろうとすると、たくさん取らなきゃいけないっていう特徴があるんですね。あと、吸収があまり良くないといったね、ことも言われてるんですけども、ですので、植物性タンパク質はですね、一応僕は、1日に摂取するタンパク質の量としては計算してないんですけども、一応厳密に言うと、必須アミノ酸は含まれてますので、タンパク質何グラムっていう数字にはね、含まれることは含まれるんですけども、僕は一応動物性タンパク質の数字だけをプラスして、1日のね、タンパク質の摂取量を計算するようにしています。
で、このね、植物性タンパク質に関しては、例えば、大豆をね、ご飯と一緒に食べたりとかって、そういう食べ合わせをすることによって、必須アミノ酸のバランスを変えることができるらしくて、なので、植物性タンパク質を食べる場合は、そういったですね、ある程度の工夫を、することが必要になってくるそうなんですね。だけど、お肉、魚、卵ですと、そういった工夫を特に意識しなくても、食べたものがですね、ある程度、そのまま、人間の体にとってですね、必要なタンパク質、アミノ酸として、吸収されるという特徴があるそうです。はい。という感じで、タンパク質に含まれる必須アミノ酸についてのお話だったんですけども、じゃあ最後に、そのタンパク質をですね、1日に必要な量があったとして、それをどういうふうに、取った方がいいのかというお話をね、させていただきたいと思うんですけど、例えばさっき例に出したですね、体重60キロの人が体重 ×2 で1日 120g のタンパク質を取ろうと思った時に、一番理想なのはですね、こう、均等に食事の回数分分けて取るという方法が、一番いいんですね。例えば、1日3食の食事で 120g のタンパク質を取ろうと思ったら、1食に 40g ずつ取るという取り方が、その1日かけてですね、その常にタンパク質がこう体の中に回っている状態を作ることができるんですね。で、それは細かく分ければ分けるほどいいんですよ。血中アミノ酸濃度って言ってね、さっき言ったように、タンパク質は、こうね、食事で食べたら、こう、消化されて、アミノ酸に、分解されてね、こう、体の中を回るんですけども、その、体の中にアミノ酸が回ってる状態は、その、血中アミノ酸濃度が高い。高いかどう低いかっていうのは食べるよりもよるんですけども、血中アミノ酸濃度って、その、タンパク質の摂取によって上がるんですね。で、その、血中アミノ酸濃度がある程度高い状態をキープすることが、その、体をですね、筋肉が、こう、発達しやすい状態にすることができるんですね。ですので、その、タンパク質を摂取する場合っていうのは、なるべく、こう、コンスタントに、こまめに取ってあげることが理想とされてるんですよ。だから、さっき言ったね、120g を摂取する場合でも、できれば3食で40、40、40よりも、例えばね、6回に分けて20、20、20、20みたいな感じで、こう、細かく取った方が、よりですね、その血中アミノ酸濃度を安定させることにつながるんですね。なので、そういったこともですね、ぜひ意識して、タンパク質は摂取していただくといいかなと思います。なので、さっき言ったね、その、食事とサプリメントをもし併用するのでしたら、例えば食事を3食で、プロテインを2回取るとしたらですね、その時間帯っていうのは、ある程度、こう、均等に1日の中で分けていただくといいかなというふうに思います。はい。で、それをですね、今日お話ししたタンパク質の摂取量、必須アミノ酸のね、その含まれている量、あと、タンパク質を取る時間帯っていうのは、僕もですね、実際意識していて、僕はですね、1日、4食の食事と2回のプロテインの摂取をしてるんですけども、時間で言うとですね、一応、朝7時に朝ごはんで、11時にプロテインで、1時に、お昼ごはん、そして、トレーニングをやるんですけど、トレーニング終わった後にプロテイン。で、最後、なんだ、何時だろう。8時か9時ぐらいに晩ご飯という感じで、その、ある程度ですね、1日のこの時間をですね、こう均等に割ったような、その時間配分で食事とですね、サプリメントを、摂取するようにしています。こんな感じで、極力ですね、血中アミノ酸濃度を常に、こう、一定な状態に保つようにしていて、それがですね、筋肉の発達につながるんじゃないかというふうに思ってるんですけども。で、今のね、僕の食事の時間帯のお話で、最後に食べるご飯が、8時か9時っていうふうに言ったんですけど、そこから次のね、朝ごはんまで結構時間空くじゃないですか。10時間近く空くんですけど、その間、何にも食べないっていうことは、朝ごはんを食べるときっていうのはですね、本当に、体の中って栄養が空っぽな状態になってるんですよ。なので、それは皆さん一緒だと思うんですけど、なので、朝ごはんっていうのはですね、体作りを行う上で、やっぱり一番栄養をですね、しっかりと、摂取することが、とてもね、必要になってくる時間帯なんですね。そこでですね、例えば食事をタンパク質取らずに炭水化物だけとかなっちゃうと、やっぱりね、血中アミノ酸濃度が低い状態のまま、
そのね、一日をスタートすることになりますので、どうしても筋肉が分解されてしまうかもしれない、そんなね、食事になっちゃうかなというふうに思うんですね。なので、やっぱり、タンパク質の摂取っていうのは、極力、まあ、一日のスタートからですね、摂取するように意識していただいて、どうしても食材で摂ることがね、こう、難しいっていう方は、まあ、プロテインぐらいはですね、摂ってあげた方がいいんじゃないかということで、まあ、そのね、一日のその食事管理をですね、まあ、意識していただきたいなというふうに思います。はい。という感じで、まあ、今日はですね、その息子の質問をもとにですね、まあ、タンパク質に関して、こういろいろね、思いつくことをお話しさせていただきました。まあ、こういう話をですね、息子にしたらどうなのかっていうと、まあ、話がつまんないって言われて途中で多分終わっちゃうと思うんですけども、まあ、息子がですね、大きくなって、もし、まあ、その、体づくりにね、興味を持ち出したら、まあ、こういう話っていうのはね、喜んでしたいと思うんですけども、まあ、その辺はどうなのか、っていうのはね、まだまだわかんないんですけど、そんな日も楽しみしつつですね、まあ今日ですね、僕がお話ししたタンパク質のことについては、まあ今までね、あんまりこういったことは意識したことがなかったという方は、ぜひですね、一つの参考にしていただければと思います。はい、という感じで、タンパク質のお話でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。